はい、やっと試しております。本日は JR 東海豊橋駅に来ております。ちょうどね、在来線と新幹線の乗り換え改札、本日はね、これから豊橋から名古屋まで、新幹線こだま号の自由席に乗車していきます。豊橋から名古屋はね、途中に三河安城という途中駅があるのですが、その駅はね、途中でできた駅ということで、この豊橋から名古屋は新幹線特定特急券の料金が適用されまして、自由席なら990円で乗れるというね、割とお得な区間になっております。一見ね、お得に見えるこの豊橋名古屋の新幹線の課金なのですが、実はね、これかなり損をしているという実態があるのです。今回はね、同行者の方が唐突にね、新幹線に乗りたいと言い出しまして、仕方なくこちらのこだま号に乗車をしていくわけですが、今回の動画ではその正規料金を払うと損をするというね、実態についてお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。というわけで、瞬きする間に列車名古屋に到着です。豊橋から名古屋間、在来線の列車を利用すれば約1時間ですが、新幹線を利用すれば約30分。これならね、特定特急券の料金990円を払う価値は、そこそこね、ありそうな気がいたしますが、これね、実はかなり損をしているのです。というわけで、また別の日の動画でもって、もっとね、安くこの豊橋名古屋間を移動できる裏技をご紹介したいと思います。というわけで、やってきました豊橋駅、指定席券売機を操作していきます。購入していくのはこちらの JR 名古屋から豊橋のカルテット切符というものです。金額を見ると3560円。これ、先ほどの切符よりも一見高そうに見えますが、果たしてどういうことなのでしょうか。発券にはね、かなり時間がかかります。出てくる切符を見ると7枚、これがね、最終的には8枚になりまして、それなりの時間がかかるということがお分かりいただけます。出てきた切符、このね、カルテットというのが英語とかイタリア語でね、4人組というのを意味するだけありまして、これね、実は4枚綴りになった回数券タイプになっているんですね。そのため3560円ですが、4で割ると900円ぐらいになるということで、かなりね、お得に利用できる切符となっております。そして新幹線に乗る場合には、これともう一つカルテット新幹線変更券というものが必要になります。こちら400円。この2つの切符に関してはね、また後ほど詳しく解説したいと思います。というわけで、購入してきました2枚の切符、これを握りしめて新幹線の改札に挑んでいきます。詳しくはね、後ほど述べますが、こちらの切符はね、回数券にプラス400円で新幹線に乗れるというね、非常にお得なオプション券なのです。というわけで、ホームに降りていきますと、ちょうどそのタイミングで入線してきましたこちらの新幹線 N700 ラージ A。 めちゃくちゃね、タイミングが良かったわけですが、実はね、この列車20分ほど遅れていたようです。大雨の影響で、もともと11時8分出発の予定ですが、現在の時刻は11時半ということで、20分ほど遅れていたようです。とはいえね、今回はね、この列車が遅れてくれたおかげで、本来出発していたはずの列車に乗車することができるということで、今回はね、感謝しかないところでもあります。こだま711号新大阪行き、名古屋まで乗車をしていきます。今回利用しました新幹線のオプション券、利用できますのは自由席のみということで、号車を移動していきます。向こうの方に見えます名鉄特急、実はね、この名鉄の正規運賃と今回利用した回数券とオプション券、その料金はね、ほぼ変わりません。それでいて、所要時間は約半分です。名鉄特急さんへ先に行ってるね、そんな気分で豊橋を出発していきます。というわけで、今回はこのカルテット切符というものを使ってきたわけですが、実はね、この切符が名古屋豊橋間で正規料金を払うのがバカバカしく感じるぐらい、それぐらいね、お得な切符になっているのです。詳しく解説していきますと、まずね、こちらの回数券、4枚綴りで3560円ということで、1枚あたりにすると890円です。この乗車券として機能します回数券にプラスね、400円の新幹線オプション券を付け足すことで、新幹線にも乗れてしまうというね、そういうお得な回数券になっているのです。回数券とオプション券の合計金額は1390円。通常ね、この豊橋から名古屋を正規運賃で在来線で移動しようと思うと、その料金が1340円になりますので、この
回数券とオプション券がいかにお得かということがお分かりいただけると思います。在来線の正規運賃にプラス50円するだけで新幹線に乗れてしまうというこのカルテット切符、そのお得さがお分かりいただけると思います。まあ、そんな非常にお得なこのカルテット切符ですが、世の中ね、お得な話には必ず落とし穴があるものです。このカルテット切符にもご多分に漏れず、まあ、トラップがありまして、まあ、それをね知らずにいると大損してしまう切符でもあるのです。というわけでこれからそのトラップ、まあ、2つあるトラップをねご紹介していこうと思います。まず1点目なんですけども、これね使用期限があるというポイントです。まあ、件名にもね8月14日から9月13日までと表示されておりますが、つまりねこれ1ヶ月以内に4回分使わないとただのね紙切れと化してしまうのです。まあ、今回私はね鉄道系 YouTuber の謎のチャンネルさんと、まあ、同じく鉄道系 YouTuber の三島ひゅういさん、それからもう一人ね視聴者の方と合計4人で利用しましたので、まあ、今回はねその点について特に注意する必要はなかったわけですが、もしこれをね一人で利用されるという場合は、まあ、注意が必要なポイントとなってまいります。それからねもう一点落とし穴になっているポイントが、これね豊橋と名古屋の移動に使える切符なのですが、乗り降りできる駅がねかなり限られているというポイントです。豊橋エリアは豊川か二川、あるいは飯田線の豊川までの区間、名古屋エリアはね名古屋市内の駅でしか乗り降りができないのです。落とし穴になっているのが乗り越し生産ができないというポイントです。まあ、例えばね豊橋から乗って岐阜まで行きたいなとなった場合ね、通常ならね飛び出した分の名古屋から岐阜までの運賃を岐阜駅で生産すれば問題ないわけですが、この切符の場合だとねその場合は全区間の運賃が別途必要になってくるのです。それを回避するためね一旦名古屋駅で改札を出てから、まあ、再度ね切符を買うなりして、乗り込む必要が生じるという、そういうね落とし穴があるのです。まもなく三河安城です。お出口は左側です。東海道線はお乗り換えです。三河安城を出ますと次は名古屋に止まります。まあ、一般的にね三河安城と言いますと、のぞみに乗っていて名古屋で降りるときにさあ降りる準備を始めようという、そういうね目印になる駅になっているわけですが、今回はこだま号ということでこちらにもちゃんと停車をしていきます。そしてここでのぞみ号の、通過待ちをするということになっております。まあ、今回ねここで結構な時間のロスがあるわけですが、これでもね在来線に比べると半分ぐらいの時間で、豊橋名古屋を移動することができるということになっているのです。まあ、今回ね私はこの豊橋名古屋以外の工程は青春18切符を用いて移動していたわけですが、まあ、通常青春18切符なら到底体験することができない200キロ以上の高速を、今回1390円の追加料金を払うことで体験できているとも言えるわけです。非常に優越感に浸れるシーンです。素晴らしい英語の肉声放送ですが、まあ、通常ね JR 東海遅れたり運休になっても謝らないというのが一般的ですが、英語だとねちゃんとアポロジャイズしているのが、まあ、今回ね印象的でした。
というわけで今回は名古屋豊橋の移動に正規料金を払うとかなり損をしてしまうということをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、なぜこのようなねお得な切符が存在しているのかと申しますと、この区間ね名鉄も同じく路線を持っておりまして、こと在来線だけで見れば名鉄の方が若干安く、それでいて所要時間も若干安いという事実がありまして、まあ、そんな競合他社名鉄に客を奪われるくらいなら新幹線を叩き売りしてしまえという発想でねこのような安い切符が販売されているのです。名鉄の方もねそれに対抗して割引切符が販売されていますが、まあ、時間の面ではねさすがに新幹線にはかなわないということで、まあ、このようなねカルテット切符が非常にお得に新幹線に乗れる手段として存在しております。そんな資本主義の良いところが垣間見れたところで今回の動画は終わりにしたいと思います。というわけで最後までのご視聴誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。